ゃん。あれさっきのおじ、さっきのおじちゃんだよ。これなんじゃない？これなんだ。今なんじゃない？今なんね、これは。え、これ伊達さんがやってたやつに似てる？似てる。まあ大体これだね。あ、本当。うん、私はね、麻雀のやつを必ずやってきて。そうなんだ。あ、立つ？立つしかないの逆に。なるほど。うん、違うんだ。ちょっとさ、飛びってね、ビビッとくるのがあったらそれなんだよ。分かった。ね、私そうだな、88年生まれなんで、そう、8が並んでるこれなのかなって思ったよね。あら、あ、麻雀のが書いてあるから、麻雀のやりたいけど、麻雀の、あ、これ麻雀じゃん。これも麻雀じゃん。よし、やるか。やるか。麻雀。私はもう完全にカジノに惹かれてます。これ選んでいいのかな。いいんじゃない。はい、アイチョイス。オーケー。やっぱピンとくるやつですよ。で、私は買うのは決まってて、私はこれまず、これ、はい、これ麻雀だからまず、はいはい、でこっちも麻雀なんですよ、はい、麻雀で、実はこれ海底ってあるでしょ、はい、海底って、海底ラオウユエって言って、一番最後の牌を持ってきて、それが上がり牌だと OK っていう。あ、そうなんだ。で、こちらと、で、あとやっぱハツが光ってるんで、これちょっと1枚ずつ私は買ってないと思います。はい、はい、じゃあチョイスしようかな。ここから選ぶ。ここから。あ、OKOK、OK、センキュー。あ、選んでいらっしゃる。優しいね。いや、ピンとくんの、こういう時ってさ。ほら、すごい笑われてる。感じてるよ、今。あ、キー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 。あ、この辺に引っかかりがあります。あ、あ、これだ、これ。この辺に引っかかりを感じる。この2枚のどっちかな。お、どっちかな。もうほら、ニヤニヤしてる。こっちです、ね、はい、これがまず1枚目、はい、センキュー。はい、いきますよ。感じてますか。感じてるね。あ、はいはいはい、毎回。あ、ここだ、これだ、これ、これ、これです、これ。これの、これどっちかですね。これどっちかはね、まあ、こうですね。上が強いんです、上が強い。これです、これです。これは、これも1枚そのものなので、このままいきます、はい。あ、外してくれるって。もうみんなに笑われてます。でも本人は真剣。これはないです。これない。ない。ない。これはなかった。ない。これは長い旅になりますよ。はい。あ、この辺が強い、この辺が強い、この辺が強い、これとこれが。はい、OK、これこの3つね。はい、はい、ラスさんはこの3つです。これを買います、はい、これが、222だから600、600、はい、600元。はい、そしてあ、削るって。いくで。じゃあこっちからね。はい。てんてんてけてけてんてんてけてけてんてんてけてけてけ。これは基本的にこれと同じものが出たら当たりっていう数だよね。あ、そういうことなんですね。てんてんてけてけてんてんて。一個足んないね。残念だね。8000と8万。てってって8、あ、ちょっと待って、これ8、はい、0、8、0来てますよ、これ8、0ってことで、あと2つあったら、8000ドル当たりです。いきます。でで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 でまだいけるよ、まだいけるよ。でってってって、あれ当たりじゃない、当たりじゃん。これ嘘、上の数字じゃないの。
いや、8万ドルと8000ドルちゃって、ここ8000ドルあるよ。違うか、あんま分かんない。どうしたらいい、これ遊戯1のとこにさ、遊戯1のとこなんて書いてる、8が1個出たら OK だ、うん、なるほど、だから8の数字ないといけないんだ、うん、残念、うん、初は残念ながら2個しかありませんでした。残念、0円でございました。シュ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 、名誉、はい、次いきます。はい、感触が良かったのを残してるからね、これちょっと良かったんだよ、こっちに置いてましたかね、とりあえず削るになんか削ったところに何かあるのかな、あ、ないね別に、うん、何もない、何もない、あ、なんかあった、麻雀牌、イーマンが出てきました、うん、イーマンが出てきた、それでハツが出て、うん、ハツ出た、同じ牌とかだったら分かるけど、例えばあのよくあるのは麻雀って1から9まで数字があるからこう連続していくわけよ、うん、みたいな感じだったら、例えば1と2があったら1連みたいなパターンかもしれない、もしかしたら。はい、じゃあ、麻雀牌は以上ですが、うん、うん、ここにあるのがここでビンゴできて、なこれ何列って意味だと思うんだよね、うん、でこんだけビンゴできたらこれもらえるよみたいな感じで、削れるから多分それが当たり判定が出るみたいな感じかなと思って、うん、じゃあこれダメっぽいな、ちょ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 、これはダメっぽい、ノーねえよねえよ、はい、次ラスト、はい、ラスト、はい、当たってください。これもやっぱりよくわかんないやつです。これは簡単に1個ずつ開けていけばいいかな、14個麻雀12曲遊んで現在ここ、先にそこを削るってことだね、こっちが先ってこと、うん、あ、こっちが先なの、14個でしょ、ほんとだ、うん、じゃあこれを削ります、はい、でも楽しいね、スコラッチね、日本じゃ全くやらないからさ、あ、そうなのね、うん、いや言ってたね、そうそう、あんまりねそういう掛け事の部類が好きじゃないので、結構日本で普通にやっちゃうんですよね、うん、あ、そうなんだ、うん、だったらまあそんなにこうめっちゃ面白いってことはないかもね、でもなんか種類はさそんなにないから、うん、ない。そういうなんかいろんなルールがあるのはすごい面白いなって、なるほど、でこれ例えばペイとかがここにあるんだけど、10万ウーソはさっきからないって言ってる、3万ないない、チーソーあるけどね、3ソーもあるけど、はい、次ウーマンない、ウーマンはね常にないんだよ、ちょっとウーマンか、ウーマンない、ウーマンない、ボーない、いいピンもない、ねいよねいよねいよ、まっちりいただきましたよ、ええ嘘、ねいよねいよバッチリでした、ねいよいただきました、今連続です、すごいやばい、そうじゃろ、やばい、見たことの時代来てる、やばい、見たことの時代来てる、え、どうしよう、エビといい、クジといい、本当これで、あの、プラマイゼロです、プラマイゼロ、うん、あの、楽しい遊びをしているプラマイゼロです、うん、え、さあ、ラン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 、よし